埼玉新都心、明治安田生命埼玉新都心ビル明治安田生命埼玉新都心ビルは埼玉県埼玉市中央区の埼玉新都心地区にある超高層ビル。愛称はランドアクシスタワー略称は LA タワー。JR 埼玉新都心駅西口の駅前にあり、1999年に着工、2002年に竣工した。完成当時の名称は 明治生命埼玉新都心ビールで2004年に明治生命と安田生命が合併したことによりビルの名称も変更された。愛称のランドアクシスタワーは大地の軸を意味し、略称の LA タワーは明治安田生命保険の主力商品ライフアカウント LA にかけている。大阪市中央区伏見町に2001年に竣工した明治安田生命大阪御堂筋ビルも 本ビルと同じく、ランドアクシスタワーの愛称を持つ。NTT どこも埼玉ビルの鉄塔部を除くと、埼玉新都心で最も高いビルであり、埼玉県内では、エルザタワー55に次2番目に高いビルとなっている。1階部分には天井高さ16メートルの開放的なエントランスロビーを設け、大空間を実現するために、巨大な門型構造、スーパーメガフレームを採用している。 巨大な門型構造物の上に30層の超高層ビルを乗せた特徴ある構造形式を持つ。1.2階は飲食店やコンビニエンスストア、3階以上はオフィスが入り、地域冷暖房や中水道、省エネ型空調システムを導入している。所有者は明治安田生命保険及びグローバルワン不動産、投資法人。ありがとうございます。